どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回はサイバーエージェントの合格者の面接を公開しますという企画なんですけども、実際に21卒で、サイバーエージェントに内定をして、今内定者バイトもされている方と、あとは去年まで人事部の方にいて今も現役でサイバーエージェントで働いている方に来ていただきました。本日はよろしくお願いします。お願いします。はじめまして、市川美子と申します。今サイバーエージェント働いてて、中の部署でいうとメディア管轄の金融メディアの中で営業しているような形になります。はじめまして、長崎大学修士2年の陣脇光平と申します。今は CR25 というメディアの方で、内定者バイトをさせていただいてます。今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ面接始めさせていただきます。簡単にあの僕の方から自己紹介すると、今サイバーエージェントで3年目の市川美子と言います。私、長崎大学修士2年の陣脇光平と申します。大学時代は、よさこいと、長期インターンシップを、テーマに、主に活動をしていました。長期インターンやってたんですね。長期インターンやってました。ちなみにどちらでされてたんですか？タイミーって言われます。あ、はいはいはい、ですね。あ、タイミーの、じゃあ長崎支社みたいな、九州支社みたいなところ、はいはい、それをやっていました。ちなみにタイミーでは何にされてたんですか？カスタマーサクセスっていうところの、はいはい、マネージャーみたいなところのオペレーションディレクターをやらせていただいてました。なんか今も就活の時期だと思うんですけど、結構ベンチャー見てるとかっていう、その回路見てる感じなんですか？そうですね、主にもうベンチャー一本ってところで絞って今就活をしています。はい、ちなみに具体的に差し支えなければどのあたりの会社を見られてるんですか？そうなんかレバレージーズさんとかだったり、うん、まあもちろんサイバーエージェントだったりとか、あとはリクルートさんとか、あとはアトライっていうちょっとミドルのベンチャーとかを今思い受けています。ちなみにベンチャー見てる中でも結構規模感とかやってることで全然違うかなと思うんですけど、軸で言うとどういう軸で就活されてるんですか？もう一個大きい軸があって、うん、今自分が一番活躍できないであろうな会社で働きたいと思ってます。はい、逆にどういうところだと活躍できるんですか？と自分が到底この人叶わないんだろうなって思える先輩とか、うん、まあ、同期含め仲間がいることが一個条件、うん、でもう一個はこう勝ちにこだわる文化があるっていうのが大事にしていて、まあ、ビジネスをやる上で、やっぱりこう、まあ、軸として言うのは人がいいとか、まあ、文化がいいとか、まあ、その中でもその勝ち切る文化、最後ビジネスっていうのは勝ち切らないといけないっていう中で、うん、その勝ちにどんだけこだわる、文化があって、かつ実績を出してるかっていうところを軸に見てます。なんかスポーツと違って、ビジネスって勝ちって結構判断しづらいかなと思って、はい、何が勝ちになるんですか？特に御社とかだと、まあ、インターネットが普及してきた中で、いち早くこうインターネットの広告っていう分野で、はい、まあ、市場を勝ち取ったみたいな感じだと思うんですけど、今やったら IMO TV っていうところの形がない前例がないところに挑戦しているっていうところで、まあ、時代の流れに合わせながら、そこでまあ市場ができつつあるものだったりとか、まあ、そこのない分野にこう参入していって、そこでしっかりこう利益、未来を上げていける会社っていうのが一個主張になるのかなと思います。はい、軸はじゃあ勝ち切る文化と勝てない人、どういう人を見たら勝てないなって思うんですか？なんかこの人だったら自分の時間とか自分をいろんなものを犠牲にしてでも、この人のためだったら働けるし、この人のためだったら何か価値を提供してあげたいなって思う人がいたりとか、あとはもう一個はなんかシンプルにこの人のことを知りたいって思う人がいてほしいなって思ってて、まあ、その人の例えばスキル面でもいいし、多分人柄でもいいし、経験なら何でもいいけど、その人のことを聞いながらとか話してみたいなって思えるような人がいてほしいなって。それで結構抽象的なものだと思って、うん、実際に陣脇くんの中の価値観でどういう人を尊敬するのか、どういうスキルを持っている人に興味を持つのかっていう、例えばなんかそこが具体的になって判断基準になるのかなと思うんですけど、この人と一緒に働きたいなっていうフィーリングで感じる部分が一番、はいはい、あまりこう自分の中で定義はしてない部分ではあるかもしれない。逆になんかそれ軸にしてて、はい、こういくつか見た中でどう判断されるんですか？最後はもう実際その現場の社員さんと話すしかないなと思ってて、実際にこの御社の場合もですね、いろんな社員さんとも10人以上面談させてもらってて、他の会社も同じことをして、中でその一人一人のどこの価値観があるとか、どういう価値観共感できるかっていうのをすり合わせていく中で、あ、初めてこう感覚として、あ、この会社合うなっていう自分を定めていこうかなと思ってます。はい、今回あの弊社受けてくださってると思うんですけど、はい、その後印象に残ってる社員とどのフィーリングがあったかって、例えばどういう風にありますか？大きく2人いらっしゃるんですけども、はいはい、こう高々自分ってまだ就活生っていう立場の人にもかかわらず、本当にその人が最後自分と一緒にこう泣いてくれるというか、振り返りながら、はいはい、こういう部分持っててきたらお前なとか、次こういうことやっていこうぜっていうのを本当にこう熱く語ってくれて、はい、その中で高々就活生に向き合ってくれる、はい、この人の良さみたいなところに本当にすごく心打たれました。もう一人の方はどういう風に？その人は寡黙な方なんですけども、うん、
パッと見こうあんまりこっちに関心がないのかなと思ってたところを、自分でも気にしなかった自分の一面とかすごく見ていて、それをこう的確に自分のこういうところがダメだったこういうところが良かったってなってくれて、ここまで自分にこうなんか対して熱くぶつかってきてくれたなっていうのは本当すごくインターンシップ通して非常に大事な経験だったなと思います。はい、今回軸2つ言ってもらってたんですけど、はい、何がきっかけでその軸2つになったんですか？先ほどちょっと言った自分がタイミーっていう会社でインターンシップをしているっていうのを話したんですけども、タイミーっていうのはこうスタートアップって言われて、130人ぐらい、こう平均年齢が本当に23、4歳っていう若さでやってるんですけども、ここは自分が立ち上げが3人から始まって、今現在8人こう人がいるんですけども、その中でこう最初は自分もバックブックを去るのも初めてだったし、なんかスラックっていうコミュニケーションツールすらも知らない状態から始まって、ただその中でも少し天井が見えてしまったというか、なんかある程度頑張れば何とでもこう中では組織の中で突き抜けられてしまうので、今はそのフェーズじゃなくて、もっともっとこうカオスな環境というか、自分が到底立ち打ちできないような人たちの中で一回埋もれてみたい、そのカオスの中で突き抜けてみる経験をしたいというのが一個そこの軸につながった、タイミーに入れたことが自分にとって結構人生を180度変えてくれた経験ではありました。じゃあなんか学生の時に何頑張ってたのか聞こうと思ったんですけど、やっぱりじゃあタイミーになるって感じですか？タイミーですね。あとはでも、予測の経験も自分としてはすごく大事な経験というか。どういう部分ですか？自分、高3までずっとサッカーをしていたんですけども、大学で予測を行ってもらってやって、150人いる部でこう活動していたんですね。当初はもちろん自分サッカーしていたので、よさこいは未経験者から始めたんですけども、これやるからには絶対そこの150のセンターで踊ってるっていう目標を定めて、最後そこまでしっかりやりきってセンター取れたっていうところが、自分の中でいい経験だなって思ってます。ちなみにどうやってセンターだったんですか？最初はこう、もちろん未経験から始まったんですけど、最初こう少し踊ったりしたら、周りにこう笑われているぐらい大切だったんですけども、最初はこうなんかできない自分を認めることから始めて、工夫したポイントとしては、定性面と定量面で一個一個あると思います。定性面ではまず恥をすることを大事にしました。定量面でいうと、とにかく上手い先輩を巻き込むことが大事だなと思ったので、一番上手い先輩を捕まえて、その人にこう毎日こう LINE 送って、今日いつ部室前行きますかとか、すごく連絡を送って、土砂降りの雨の中とかで自分の練習にこうずっと付き合ってくるので、今でも本当にこう感謝はしてますし、ただそうやって人を巻き込んだことで自分自身すごく成長できたなと思っているので、そこが最終的に150人センターにつながったなと思ってます、そこまで気持ちが動いたというか、やりきれた理由って何でですか？もう仲間の存在でしかないですね、そこは。今の話だったらなんか、自分で決めたことに対して、なんかその目標が大事だったのかなと思うんですけど、やっぱ仲間なんですか？もちろん150人のセンターって目標もあったにしろ、一人では到底できなかった。その練習にしても、もちろん同期何人と一緒にこう練習できたし、その中でこう気づいたら同期のこと大好きになってて、気づいたら先輩のこと後輩のこと大好きになってて、気づいたら組織のこと大好きになってて、初めてこの人たちがいて、初めて自分がいるのはすごく感じた。いろいろ今なんかその軸とか過去のことをお話をお伺いできたんですけど、なんか未来のこともぜひお伺いできたらと思って、将来こうなりたいなとかやってみたいなっていうざっくりしたものでもいいんですけど、なんかあったりとかするんですか？なんか一つ自分のビジョンみたいなものがあって、それが、九州をはじめとした地方で、もっとこう働くこと、仕事に対してポジティブになる大人を増やすっていうのが自分の、一個目標としてあります。それってなんか、いつ頃とかなんか、どういうふうにっていう具体的にもあったりするんですか？具体で言うと、いつ頃までに何をやるって明確な目標はないです。自分の中 の, その人生の通過点の一個として、そこは必ず成し遂げたいなというか、そこに対する価値提供っていうのを必ずしたいなと思います。ちなみにそれなんで思ったんですか？地方に自分がずっといる中で、やっぱり就活一個にしても、情報格差とか、すごく自分感じることがあって、割と自分の同期とかも、九州の人って結構、就活の選択肢が公務員の人とか、あとはこう基本的に地場のこうなんか企業に落ち着いて安定していくっていうことで、仕事に対してなかなかこうポジティブに前向きに、姿勢をそもそも持っている人はあまりいなくて、そういう基準で自分はすごくモヤモヤがあって、ただ一方で東京の人とかは当たり前に2年生とか就活してて、当たり前にそのベンチャー企業とかスタートアップとかあんな学生企業がいるみたいな、自分らはそういう現状すら知らずに生きていくみたいな、この乖離がすごいなと思って、でもそれに気づいた自分がシンプルに、じゃあそこを埋め合わせるロールモデルじゃないけど、その存在になれればいいなって。これ僕も愛媛出身で、めっちゃ情報の格差を感じた、超共感しました。ちなみになんかその未来やりたいことみたいなのがある中で、今回サイバーエージェント受けてくださってるのは、そこでどういった理由で受けてくださってるんですか？
特にスタートアップとかにじゃ力を入れてると思うんですけど、うんうんうん、可能性のある市場とか、うん、サイバーとしての市場でいろんな子会社を作って、うん、その子会社で伸ばしていくようなことをされてて、特に今自分がこう働いている、うん、まあ、CR25 もそこのうちの1個ではあるんですけども、うん、その CR25 の持つビジョンみたいなものとしても、うん、働くことも楽しもうっていうビジョンをかけていて、まあ、そこのビジョンとはすごく共感したし、はい、そういうふうに自分がやりたいと思ったビジョンとか思想っていうものをそのままこう事業とかにできる可能性があるのがサイバーエージェントだなと思ってます。うん、こう入ってくれたら事業を作りたいみたいな。そうですね、そうゆくゆくはというか、あの最短でそこを目指したいと思います。ちなみになんかシンプルに気になったんですけど、自分で事業をしたい理由ってどういった理由なんですか？自分で絶対事業をやりたいっていう、うんうん、あの自分で起業したいっていうわけじゃなくて、うん、もちろん自分のそのビジョンにつながる何かがあればそこにあの身を下げるというか、そこで働くことも一個だと思うけど、うん、そうじゃなくて自分のビジョンに対する最短ルートだなって思う、まあ、例えば事業アイデアだったりとか、うんうん、その企画案があればそこに自分は従事したいっていうのを思っているっていう、うん、ちなみに何歳までにやってみたいとかあるんですか？そうですね、30までには一個区切りをつけたいなというか、何かしらの大きいチャレンジをしたいなというのは。それはやっぱ20代全力で走り切りたい。そうですね、もう20代どんだけ本当に走り切れるか、はい、その環境も含めてこの就活の軸っていうところもある。最後に一個聞きたいと思うんですけど、はい、今一番ワクワクしてるのって何にワクワクされてるんですか？もう自分の未来でしかないですし、何よりも今この瞬間に自分はワクワクして生きてるんで。今の何にワクワクしてるの？今例えば深夜の20で働いてる、うん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 、この深夜の20でやってることが社会に与えるインパクトだったり、はい、そう自分のビジョンにつながるものがあるっていう確信があるとか、うん、そこに対してコメントできてる今がすごく楽しい。ちなみに1年後どうなんですか？1年後ですか？今自分は内定者アルバイトとして4月1日までに事業責任者になるっていう目標を掲げてるんですけども、先ほど言ったように自分は最短で事業責任者になれる力、それがあのマネジメントなのかスキルなのかいろんなものがあると思うんですけど、それを一個一個潰して最短のやつを目指そうと思ってます。気持ちが伝わりました。ありがとうございます。はい、ということで面接お疲れ様でした。ありがとうございます。あの今のジマキ君の面接は、うん、みことさん的にどうでしたか？いや、素晴らしかったと思います、本当に。ありがとうございます。で、なんかこう現社員で内定者で関係が思えるかもしれないけど、それ抜きで、いや、すごかった。いや、ありがとうございます。めちゃくちゃすごかったです、ね、いや、聞いとってもやっぱすごかったね、はい、これは受かる、絶対、うん、人によると思うけど、例えば俺が今面接官だったら通しとると思う、はい、具体的にどういうところが良かったですか？やっぱりなんかちゃんと自分の中で言語化できてた、何聞いてもすんなり返ってきたんで、現在と過去と未来が一致してるのかなみたいなのを僕の中で結構大事にしてるポイントなんです、はい、そこは一致してた方が人生としても、あ、なんか考え一気通貫してるなとか、本当に自分の価値観とか思いと向き合ってるなっていうのを僕はこうよく見たりするんですけど、そこなんか繋がってたんで、本当に自分と向き合ってるのを感じました。素晴らしかったです。いや、ありがとうございます。改善点とかもあんまないですよね。うん、でもなんか強いて言うなら、はい、返しが多分めちゃめちゃうまい、多分面接めっちゃ得意なタイプだと思う。ちょっと答えれないのが来たら抽象的な言葉をポンって返して、で俺が具体的に深掘っていくみたいなことがあって、はい、あ、多分ここまで言語化しないよ、うん、のが分かったけど、そこまで言語化できてるとすげえな、もう一個レベルアップするから。面接うまい言語こそそこをうまく積み抜けるスキルがあるようになってるのめっちゃ良かった。もう本当喋りながら自分でもそうです、これやってるわという実感はあったので、うんうん、悪いってわけじゃない今の。サイバーエージェントとして、もしくはみことさんとして、面接する上で、先ほども大切にしているポイントとか見るポイントって、他にもしあったらお聞きしておきたいなっていう。見るポイントね。はい。一緒に働きたいなって思うのは、まあ、サイバーエージェント全体として、素直でいい人と一緒に働きたいっていうのがあるけど、それを見てて僕の中では、それをこう分解したら、物事を前向きに素直にこう受け止めて、ポジティブに変換できる人ってやっぱり一緒にコミュニケーションして気持ちいいんで、そういう人と自分の意思持ってる人と一緒に働きたいなって。なんか素直でいい人っていうとなんか全部イエスってこう捉えられがちなんですけど、そんなことなくて、言ったことに対して一旦ノーでもいいけどこう受け止めて、クライアントが言ったことに対して全てイエスまで返すんじゃなくて、でもクライアントのことを思うと自分はこうした方がいいと、で一緒にクライアント成長していくっていうのが仕事の本質というか、その向き合い方だと思うんで、なんかそこを陣脇くんの中からはかなり感じることができたんで、総じて素晴らしかったなと思うし、シンプルに僕も一緒に働きたいなと思いました。お願いします。いや、本当に素晴らしい。本当にすごかった。どうでした？受けてみて。やっぱりこう、久々に話してみて、うん、正直全然自分的に喋れてないなというふうに思ってて、うん、やっぱり当時やってたことっていうと、本当に毎日ひたすら自分は慣れてきても何回も何回も自分で言葉を言語化してみるって練習をずっとしたんで、うんまあ、それがやっぱり日々行うことの重要さみたいなのがあって感じたので、うんうん、ぜひこう、就活生の方々にはそれはやってほしいなと思います、うん。質疑してたら言語化されていくってある。この機会やった方が整理されていくし、あ、自分こういうふうに思ってたんだみたいな。ポロッと言った言葉で言語が腹落ちるみたいなのあると思う。
よくあるのはね、こう興味ないから面倒くさいから受けないみたいなパターンがあると思うんですけど、うん、そうじゃなくて、やっぱり知らない業界とかの面接も無駄だと思うこと絶対無駄じゃなくて、うんうん、面接すらもやっぱり練習になるし、うん、そこでもらえるフィードバックでまた自分の中でこう違和感あったところを言語化していくみたいな作業を繰り返すことがやっぱり一番こう成長できるポイントだと思う。それぞれ受ける企業によって話す内容とかって変えてたんですか？もしくはサイバー対策とかもしたのかな？あ、でも割とそれはあります。話し方一個にしても、はい、サイバー結構割とフランクでいいんですよ、うん、お堅いところであればもちろんスーツもそもそも着ていくし、はい、とこもあるし、あとはその時のテンションとか、はい、その時自分が一番熱くなれるエピソードとかは、はい、その時々で変わって、はい、ちゃんとそれぞれ対策したから頑張っていくんだよね。素晴らしいですね。超優秀ですね、うん、全然ポンコさんなんて誰でも自分こんな感じの人間でも本当にサイバー安心して僕は落ちたので、クレイの皆さん、結構厳しい戦いだと思うので、頑張ってほしいなっていうふうに思います。シュン君もすごいけど。いや、僕、普通に落ちたんで、全然良くないです。いやいや、でも、最後はどこじゃないですか。相性は逆シンプル。そうです。いや、間違いないです。そこも、ぜひ、ぜひ、ぜひ。今、ジン君と一緒に働いてるので、ああ、そうそうそう。今、深夜25っていう、メディアで働いてるので、ぜひぜひ、見ていただけると嬉しいです。はい。うん、ということで、こちらの面接、すごく参考になったかと思います。というで、皆さん、面接の方、頑張ってください。ありがとうございました。頑張ってください。